改めて感じました。英語という武器の強さ。Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、チカです。So I hope you guys are enjoying all of our travel videos. 皆さんも旅動画でご覧の通り、もうプリンめっちゃ英語で喋っています。I like sugar. I like sugar. Me too. Do you eat the fish? How do you feed it? That's a very good question. I like the chocolate mint. Oh, the mint? Yeah, they're good.4歳でこんなにも現地の人とコミュニケーション取るんだってびっくりするぐらいおしゃべりをしています。海外でいろんな人たちとコミュニケーションを取っていろんな人たちと仲良くなってる様子を見てやっぱり英語言葉のツールって大きいなと感じました。で英語を話すことによってドーンと世界が広がる。私自身もそうです。やっぱり英語を話せたから開いたドアとか訪れたチャンスとか機会っていうのがたくさんあってプリンが英語をいろんな人と使っているのを見て改めて感じました。英語という武器の強さ、あらゆるところでコミュニケーションを楽しめる。でこんなにいろんな人がいるんだっていうのも、まあ、子供だからそこまで深くは考えてないだろうけれど小さい頃から触れておく。それによってなんかやっぱり世界は広がるし大人になると生まれるなんか偏見とか劣等感とかなんか恥ずかしいとかこう思われてるんじゃないかな、どうしようみたいな不安とかが全くなくもうフラットの感じでみんなと接することができる。それはすごく今後にもつながっていくんじゃないかなと思っています。最近は子供には英語に触れさせてあげたいと思っているママやパパもたくさんいるかと思います。でも自分が英語を話さないとどうやって子供に英語を触れさせてあげればいいんだろう、どうやってそういう環境を作ってあげればいいんだろうと迷われてる方もたくさんいらっしゃるかと思います。確かに自分が英語を話さなかったらどうしてたかなって考えると大きなハードルはあるとは思うんですけれど、今の時代もいろんなツールやテクノロジーがあるのでそういうのをうまく活用すれば日本にいながらもそういう環境づくりはできなくはないと思います。少し前に私たちサンフランシスコに行ってキャンブリーというオンライン英会話の会社に行きました。そこでキャンブリーの CEO のサミールさんをインタビューさせていただきました。皆さん見ましたか？でそちらの中でキャンブリーキッズというサービスのお話をしてくださったのですが、I think what I found really exciting and inspiring about building a kids product is if you catch someone earlier in their life, not only do they learn the language better, but they have their entire life to benefit from it.4歳からでもオンライン英会話とかできちゃうんですよ。正直いや集中力あんまりないし、いやオンライン英会話子供に向いてんのかなって思う自分がいました。でも実は先日プリンがキャンブリーキッズをトライしてみたんです。 Now Pudding, are you ready? I think so. Can you read? I don't know how to read yet. That's no problemWe can read together. We'll learn how to read.、Mm-hmm. So here he says, My name is Peter. Peter? Yeah. He asks, What is your name? I don't know her name. Your name? My name? Yeah. Pauline. Well done. Very good. 実際やってみたら驚き。30分間ネイティブの講師の方とレッスンをしたのですが足りないぐらい。 That's all our time! I'm so sorry, it's all our time! Thank you so much! Yeah! And please, it's right here! It's okay, it's okay! So we need to go say bye bye! Say bye bye! Was that fun? No. So fun that you're very upset that it's over? Mm-hmm. 画面越しでも相手の接し方とかまあ、楽しい絵が描かれている、まあ、プリントを使いながらレッスンを進めたりするんですけれど、やっぱそういう問いかけ質問とかっていうインターアクティブな感じで進めると4歳の子でもオンラインのレッスンが続くんだ。 I was amazed. いやこれはすごいいいなと思いました。どうやって子供にリアルな英語に触れさせてあげればいいかなと迷っているママやパパにはもうめちゃくちゃ
素敵なサービス。私たちの場合は、まあ、仕事と旅が直結しているので海外に行く機会もたくさんあるし、まあ、私自身実家がアメリカにあるので里帰りとしても長い間アメリカに行ったりしますが、でも今ベースは日本にあって、日本に戻ってくるといつも通りの私との英会話、スクールの先生との英会話、すごい限られた人たちと触れるだけになってしまうので、こういう日常になった時にでもいろんな方と出会える、いろんなネイティブなリアルな英語を聞けるという環境を作ってあげられるんだと思って、私もこれからは積極的に使おうと思っています。今回講師を担当してくださったニッキーさん、 What's your name? Pudding. She goes by Pudding. Lovely. Yes. My name is Nikki. It's nice to meet you. Nikki. ちょっと残念ながら顔出しは NG だったのですが、もう声だけでもその明るい感じ、とても優しい感じが伝わってくると思います。子供にオンライン会話させるとか、私喋れないのにどうやってそんなことするんだって思われるかと思いますが、本当にママとかパパ出なくてもお子さんだけ画面見てもらって話しかけてもらえるだけでも全然大丈夫だと思います。私がいたらなんか邪魔になると思って最初だけ挨拶して私はもう外れました。 She's gonna let you talk to her and I'll try to kind of just get out of the way. Perfect. もちろんそのお子さんの英語レベルによってちょっと恥ずかしがっちゃったり、いや一人ではっていう感じもあるかと思うんですけれど、なんかそんなになんか会話するっていうのを最初から意識しないで、もうちょっと画面見るだけでもいいよ、先生の話聞いてるだけでもいいよっていうような取り組み方でもいいと思います。画面の向こう側になんか初めて見る方がいる、私に話しかけてくれてる、いつも聞いてない言葉を話してるっていうだけでもものすごい刺激だと思います。 YouTube の動画とかディズニーの映画とか、まあ、Netflix とかいろいろ皆さん英語のものを見せたりしてる方も多いかと思うのですが、圧倒的に違うのが誰かがお子さんに直接話しかけてくれていること、一方的に見るんじゃなくて問いかけてくれる、それってやっぱり英語を身につける目的がやっぱりその会話じゃないですか。その会話というものを体験させてあげたい。なんかご自身の英語力とかをそこまで気にしないでお子さんを信じて、なんかちょっと楽しいかもしれないからやってみないっていう感覚で取り組んでいいのかなと思います。ですごく良かったなと思ったのが、そのキャンブリーを始める前に誰と話すかはプロフィール動画があるので、そういうので雰囲気もわかるじゃないですか。それを見ながらプリンと一緒に選びました。 We got to book a teacher, so why don't we? How about her? Let's look at, you want to look at a video of her? そこで、まあ、ニッキーさんを選んで実際話したので、なんかもうプリンの中で心の準備が少しできてた。それがすごく大事だなと思いました。お子さんと相性がいい講師の方を見つけるのに少し時間がかかったりするかもしれないですが、もういろんな方がいるので本当にプロフィールの動画を一緒に見ながらお子さんの反応がいい講師の方をちょっとトライしてみたり、英語のレベルによって会話のスタートの仕方とかそのレッスンの内容とかも全然変わってくるのですが、プリンの場合はある程度英語が話せるので、私がやったのがその講師の方のプロフィールを見て、まずなんか聞くこと、質問をちょっと考えてみようと一緒に話し合いました。ニッキーさんはいろいろとヨーロッパ内を旅行されるらしく、のバンに住んでるらしいんですね。 Oh, what about her? Maybe her. Nikki. Nikki like me now. Nikki, Nikki. I love to travel.So much that I live in a van. This she lives in a van. She lives in a van? How does she do that? I don't know, you could ask her. Do you want to talk to her and ask her about her van? Yes. Do you really live in a van? 本当にバンに住んでるんですか?っていうのを最初聞いてみようよ。で、なんか事前にイメージトレーニングじゃないですけれど、少しそういう準備もしておきました。で、そしたらもう画面がオープンした際にすぐ。Say hi. Hello. Hello. I really live in a van. I do. I do live in a van. Do you live in a van? No. で、それに対して答えてくれて、そのコミュニケーションがすぐ、あ、この方はコミュニケーションしてくれるんだなっていう確信を持ってたから、なんかその後の会話もスムーズでした。I watch the video. So you already know my name? Uh-huh. And you know I live in a van?Because you travel a lot. I do travel a lot. Just make an appointment. Yes. Boom! Oh, wow! What are you? What I'm animal? A pig. You're a pig? Mm-hmm. Is that your favorite animal? No.
My favorite animal is flamingo. Oh, wow, a flamingo. Is your favorite color pink? Yes, it is. Purple and pink. And Pudding, how old are you? 4 years old. You're 4 years old. Wow, you're a big girl. And you like to travel. Mm-hmm. Like me. Mm-hmm. But I don't Very live good. In a van. You don't live in a van. Maybe yes. when you're older, you might live in a van. Why are you sleep in a van? It's got a bed. Yes. And I have a kitchen so I can cook in the van. And I even have a toilet. Mm-hmm. So I can go for a pee-pee in the van if I need to. And I have a dog and he even has a bed in the van. Wow. Did you get a sink to wash your hands? I do. I have a sink to wash my hands. And I even have a table and chairs to eat my dinner. Woo! プリンの場合はレッスンを受けるというよりもおしゃべりを楽しみたいっていう思いの方が強かったので、まあ、ニッキーは結構そのレッスンがあるからそれをもとに進めようとしてくださっていたのですが、プリンは自分がレッスンをしたくなっちゃって。And what is the white thing up in the sky? What's that? A moon. Well done. And this one? Mountain. Fantastic. Your English is brilliant.Okay, let me show you for a second. I'm going to take it out. What do you want to show me? Oh my goodness! You have a big book of Peppa Pig! Let's start with Candy Cat. I'm going to tell you the story. Candy Cat likes to always dress up when it's Halloween. She likes to dress up for Halloween. And she loves...to play with her friend Ovid. And Candy Catty likes to make music. The end. Very good. Well done. ニッキーにこういうおもちゃを見せたくなったり、なんか自分が喋りたい欲がちょっと強めでした。Now what's the lesson now? Now what's the lesson? So, let's have a look at this word. Let's try and read it.でもなんかそういうのも柔軟に対応してくれましたし、私的にはもう楽しんでもらえればいいと思っていたので、これを絶対学ばなきゃいけないとかっていうよりも、いろんな人と出会える、いろんな英語に触れられるっていうところが魅力だし、私たちにとっての目的なので、それについてはもうものすごく満足でした。でキャンブリーの特徴の一つとして、もう世界中に講師の方がいるんですね。これはキャンブリーキッズに限らず、お猿さんが受けてるキャンブリーもそうなんですけれど、ネイティブの講師たちなんですけれど、必ずしも英語圏に住んでるわけじゃないんですよ。結構旅をしながらキャンブリーをやっている講師の方とかもたくさんいるので、もうそもそも知識だったり経験が豊富で、いろんなバックグラウンドをお持ちの方がいるんですね。ニッキーさんはアイルランドとギリシャのバックグラウンドをお持ちで、今はギリシャにいらっしゃいます。だからヨーロッパの文化もいろいろ知ってるので、イタリアの話が出たり。 What did you eat on your picnic pudding? Pizza!Two pizzas. Two pizzas. And did you gobble all the pizza up? Yes! And where does pizza come from? Mexico. Not Mexico. It comes from Italy. Italy, ooh. Yeah. I traveled to Italy. And I had loads of pizza nearly every day. Did you know ice cream comes from Italy as well? What?So you have to go to Italy to eat pizza and ice cream every day. なんかそういうちょっとしたところでカルチャーに触れられるっていうのもものすごく大きいです。数字とかアルファベットとか単語を学ぶのもベースとしてはすごい大事だけれど、それに加えて文化とかバックグラウンドっていうのにも少しでも触れられるってものすごい素敵だなと思いました。今100円で30分間の体験プランとかもあるので、やってみない理由がないと思うんですよ。これからプリンもお休みの日とかはやらせてあげようかなと思っています。だってパソコン1個あればギリシャにいる方とおしゃべりできるんですよ、子供が。 Isn't that amazing? お子さんにどうやって英語に触れさせてあげるか悩まれているママやパパたくさんいらっしゃるかと思います。私は英語を話すので当然子供たちも話せるよねって思われるかもしれないですが、住んでいるのは日本だし、パパとは日本語だし、保育園にも通ってますし、そういう日本にいる中でどういうふうに環境を分けようかなとか、どういうことをしようかなっていうのは常に意識しています。なので、ちかちゃん英語話せるからねではなく、他
他に私がやっていることを共有させていただいて、それを参考にしてもらったり、ヒントになることもあるかと思います。何でも本当にやってみないとわからない。そして子どもたちにおいては、子どもの可能性を信じてあげる、いやー無理でしょうとかダメでしょうとかって思わずにやらせてみてあげるっていうことが、もういかに大事かというのを今回の体験で実感しました。このような機会をくださったキャンブリーの皆さん、本当にありがとうございました。自分一人だったらやらせてなかったと思います。今日は皆さんにプリンのキャンブリーキッズの体験についていろいろとシェアさせていただいたのですが、ちょっと何か参考になることだったり、ちょっとやってみようかなと思うようなことがあったら嬉しいです。もう子供と英語の相性の良さは本当に常々感じているので、小さい頃から触れておくことによって、もう脳みそ柔らかいのでどんどん吸収してくれますし、その先の人生ずっと使える武器になるので、子供と英語、私も今すごく注目しているテーマです。最近絵本も出させていただきました。 Our favorite word book、 絵本を出すことになりました。親子で楽しめる英語の絵本を出版させていただいたのですが、そちらについてもいろいろと詳しく別の動画でシェアしてます。参考にしていただきたい情報を全部概要欄に記載しておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。これからも子供と英語というテーマについていろいろとシェアできたらと思っています。 Alright guys, thank you so much for watching, and we will see you guys again soon. Bye!